はい、こんにちは、こんばんは。今回はですね、ついにね、とあるシャーペンを、まあ、手に入れたということでね、そちらの方の紹介していきたいと思います。それはですね、こちらですね。はい、パイロットさんの、ペンですね。まあね、中身の方先に言いますと、パイロットのレグノというシャーペンですね。うん。ではね、早速開けていきたいと思います。まあね、レグのね、まあ、こんな感じのね、ケースに入ってるんですね。まあ、普通のね、ちょっとシャーペンとは、一味違うかなって感じで、ちょっと風格がある感じでね。はい。で、まあ、こんな感じでね、中身入ってます。まあ、一度ね、開けちゃったんですけども、まあ、さらにね、新品の状態だと、ペンがさらに、袋にね、包まれてるという状態でね、非常に大切に、まあ、売られているのかなって感じます。はい。ではね、早速ね、ケースを開けてみましょう。はい。こんな感じでね、まあ、蓋開くことができますね。まあ、このケースはね、非常になんかいいですよね。まあ、これレグノを入れるだけではなくて、その他にね、S20 とかね、まあ、自分のお気に入りのペンとかね、万年筆とか、まあ、入れて、まあ、ちょっと飾っておくのにもちょうどいいケースかなと思います。はい。ではね、早速ちょっとペンを出してみましょう。はい、こんな感じですね。中身はですね、説明書が入ってますね。これは多分パイロットの、その、まあ、いろんな S20 とか、まあ、レグノもそうなんですけども、まあ、いろんなね、タイプのシャープペンシル用の、まあ、説明書が、まあ、一つになっている、まあ、共通のね、説明書だと思います。うん、これはまあ何でも入ってるのかな、多分。まあ、はい、これ説明書ですね。で、このケースがですね、こう結構ね、高級感が、まあ、あるといえばある感じ。うん、スウェードみたいなね、まあ、質感でね、結構ね、まあ、ペンを、まあ、飾るにはね、いい感じの、ね、ケースだと思います。うん、じゃあね、早速ね、本体の方見ていきましょう。はい、本体の方はですね、このように、レグノと、書いてある、まあね、蓋がついておりまして、この裏にですね、まあ、定価が書いてあるんですけども、まあ、ちょっとね、カメラじゃ見づらいと思うんですけども、2500円というふうにね、書いてあります。はい、まあ、これはね、定価なんですね。2500プラス税ですかね。そうすると。はい、これがね、まあ、一応ね、本体になります。うん。非常にね、見た目がいいですよね。で、まあ、カラーバリエーションなんですけども、一応3色ありまして、ダークブラウン、ブラウン、ディープレッドというように、3色あります。で、今回、私がですね、購入いたしましたのが、ディープレッドですね。はい。まあ、赤い感じのね、まあ、ちょっと赤い感じの木なんですけども、うん、結構ね、質感いいですよね。この銀メッキっつうかね、金属パーツとこの、木のね、感じがちょうどね、合ってる感じがします。うん、でね、まあ、こちらね、商品名がレグノということなんですけども、レグノというのはね、イタリアでね、木というね、まあ、意味なんですけども、まあ、それだけあってね、やっぱり本体はね、木でできているというわけで、はい。まあ、軸がね、木軸なんですね。うん。で、まあ、S20 もね、他にもね、まあ、木軸といえばね、まあ、S20、まあ、代表的ですけどね、まあ、今回、まあ、ディープレッドを買った理由といたしましては、まあ、S20 が、ダークブラウンということで、まあ、違う色がね、欲しいということで、うん。こんな感じで、ディープレッド、こう。買ってみました。はい。でですね、まあ、こちらはですね、まあ、どういう用途かっていうね、それはね、まあ、大体一般筆記用かな、こっちは。まあ、S20 はね、S20 はですね、製図用のね、まあ、木軸シャープペンシルということでね、まあ、こっちは、一般筆記用木軸シャープペンシルということでね、まあ、普段ね、まあ、かなり、まあね、使用する時間が長い時にね、これ使おうかなと思っております。うん。で、持ち心地はですね、まあ、S20 よりね、うん、ちょっと太いんですよね。なんでね、まあ、長時間ね、まあ、S20 も長時間使ってても疲れないんですけども、まあ、こっちもね、かなりね、長時間使っても、まあ、疲れにくいのかなって感じがします。まあ、若干ね、この指の先で持つ部分が、まあ、S20 の方が細いかなって感じがしますよね。まあ、本体の長さも若干 S20 よりコンパクトなので、うん、まあ、扱いやすいかなって感じがしますね。
はい。で、このね、そしてこの落ち着いたデザインですね。うん。まあね、この落ち着いたデザインの中にも、まあこのディープレッドのね、アクセントが、非常に効いていてね、まあ、高級、非常にね、まあ高級感が溢れる感じなんですかね。うん。まあ大人の雰囲気がね、非常に、まあ、漂っていると言いますかね。うん。ちょっとね、ダンディーな感じがしますよね。はい。まあやっぱりね、木軸ということでね、まあ木のぬくもりとか、まあまだ新しいですからね、表面がちょっとガサガサしてるっていうのがあるんですけども、まあ使っていくうちに手に馴染んで、まあ味わい深いね、ツヤが出てきたりとかね、使っていく、まあ過程でね、いくつもの、まあ楽しみがあるっていうのがね、まあ魅力の一つかなっていうのも思います。はい。でですね、まあ重心なんですけども、まあ重心はですね、まあ大体ね、中心ですね。はい。大体ね、中心に、真ん中に重心があります。なのでね、まあ手が疲れにくいと思いますね。まあですがね、まあ一般的なね、まあペンとかに比べると、やっぱりね、重いですかね。ちょっと重い。うん。まあそれはね、やっぱ木軸ということで、まあ仕方ないんですけども、まあこのね、まあ重さも、まあいい意味でね、まあ、まあ味わい深いものなのかなって感じます。はい、本体ね、こんな感じで紹介してみました。はい、ではね、ちょっとね、早速ね、ちょっと文字をね、試しに書いてみましょうか。うん、使い心地をね、ちょっと見てみましょう。はい、じゃあね、早速ね、ちょっと文字の方書いてみましょう。うん、非常に書きやすい。こちらはですね、まあ、芯の太さがね、0.5 なんですけども、もう芯のね、バリエーションは 0.5 しかありません。0.3 とかないですね。うん。まあ、0.5 ね、まあ、一般筆記用にはね、やっぱり 0.5 が一番適してるのかなって感じもしますけどね。うん。非常に書きやすいですね。うん、書きやすいです。はい。うん、心にググッときますね、この書き味。うん、漢字もかなり、書きやすいですね。まあこんな感じでね、ちょっと文字の方書いてみたんですけど、まあかなりね、一般筆記としては、うん、書きやすいですね。これはまあ長時間書き続けても、まあ手はね、そんな疲れない感じがします。うん、はい。はい、先ほどのですね、まあ、実際に書いてみた動画なんですけども、まあ、先ほどね、使用したね、まあ、写真ですね、レグノに標準に入ってるのが、まあ、パイロットのね、ネオックスグラファイトだっけ、ネオックスグラファイトの、B ですね、コサー B の、芯が標準で入っております。はい、そちらで先ほど書きました。まあね、ネオックスグラファイトもね、結構いい書き味のね、まあ、写真なのでね、このね、まあ、こいつとね、結構合ってる感じかなって思いました。うん。今回ね、まあ、簡単なね、紹介でしたけども、パイロットのね、レグノの、カラーはディープレッドの紹介でした。はい。ではね、今回はこの辺で終わりたいと思います。また会いましょう。バイバイ。